元宮城県知事浅野志郎さんが戦う成人 T 細胞白血病、この原因ウイルスである HTLV-1 ウイルスに感染している人は全国に100万人以上と推定されます。ほとんどの人は発病に至りませんが、時に浅野さんの病気やあるいは重い神経障害などを引き起こし、有効な治療法はまだありません。このウイルスに対する総合対策が昨日12月20日大きく前進しました。私もですね、本当に、ここに皆さんと一緒に仕事ができて一定の前進ができたことを大変嬉しく思っております。総理がここにいる皆さんと言ったのは、このウイルスで発症した患者さんたちのことです。今年9月8日、官邸を訪れて総理に対策を直訴。要望書をひざまずいて受け取った総理は、直ちにこの問題に取り組む特命チームの設置を決め、わずか5日後には初会合を開きました。早速開いていただきまして、大変中身の濃いご議論いただいてありがとうございます。しかし、すでに7年も国にこうした要望を続けてきた患者さんの一人、菅月さんは、ことはそう簡単には動かないと思っていました。もちろん厚労省の中にも血の通った方がいらっしゃって、心のある方がいらっしゃって、そういう方たちが突破口を一緒に探そうと、厚生労働省が決して悪いのではなくて、やはり縦割りのもうそういう仕組みがもう常に出来上がってるから、いくらその一つの中で一つの病気を何とかしてほしいって言っても解決されるものではない。しかし、匿名チームの会合が回を重ねていくうちに、菅月さんの抱く印象は変わっていったといいます。患者側からの意見もたくさん発言する機会もありましたし、だんだんと実感が湧いてきて、本当にこの匿名チームというのが本気でこの対策をやっていくんだという意思を感じまして、知事になる前、まさに厚労省の官僚だった浅野さんも同じことを感じていました。今回強く感じますのは、やっぱり政治の力ということですね。横並びとかそういうことではなくて、とにかくこの問題については解決しなければならないんだという強い意志が感じられます。浅野さんが言うこの強い意志は、HTLV-1 ウイルスの対策だけに向けられたものにはとどまりません。総理はこの取り組みの先に、より普遍的な目標を視野に入れています。いろいろな病気で苦しんでおられる皆さんがおられますので、そういう皆さんに対する対応の一つの突破口的な、モデル的な匿名チームとしての一つの形が、まずは前進できたのかなと、そのように思っています。こうして昨日、初会合から99日目でまとまった HTLV-1 総合対策。感染ルートの6割以上が母乳を通じての子どもへの感染であることから、全国的な妊婦健診や保健指導体制を整備します。このほか、感染者への相談体制、検査や治療に関わる医療連携体制の整備、研究費の大幅拡充など、国、地方自治体、医療機関、患者団体などが密接に連携しながら強力に推進することを決めました。本当に感謝しております。ある意味で驚き、そして感謝をし、感動しています。私は今現在 ATL という病気と戦っているわけです。ぜひこの戦いには勝利を収めたいと思っています。いただきました。今日総合対策が取りまとまったということで、皆さん方ご自身に一番ご苦労いただきましたけれども、そういうしっかりしたものを作り出すということは、本当に皆さん方ご自身の力と一番あってのことだと思っています。この総合対策をしっかりと